福岛核灾届满12周年，日本政府即将在几个月后将大量的放射性废水经处理后排放大海。东京电力公司强调，实验证明将比目鱼和鲍鱼养殖在处理过后的寒川废水没有异常。不过，学者指出，当地渔民最忧心风评被害，而日本周边国家仍有反对排放声浪。 储水槽就建置在福岛核电厂内，核灾后持续排放大量放射性废水，容量饱和。东电正积极建设排水隧道，预计春夏之际要将处理过的寒川废水排入大海。当地反对声音人大，为取信渔民，东电透过实验验证，将比目鱼与鲍鱼分别养殖在正常海水与寒川废水里，宣称并无差异。 育ち方ですとか、体内のトリチウム濃度といったものを変化がないというようなことを見せていくっていうようなことができているというふうに思っています。福岛放射性废水将以多核种去除设备 APS 处理过，东电强调，穿含量非常低，不危害环境，但渔民存疑，不满东电不沟通，三代桃海的小野晴夫忧心，渔产肯定遭受风评被害。今まで、おすすめは、あんまり。 進めることができないですね。先が見えないから、どうなるかわからないしね。やっぱタイミング的にもすごく漁業者としては風評などを懸念しているタイミングであるということですよね。 原能会对川废水排放表达遗憾，目前已完成海域背景川资料库作为后续排放的比对，也跟气象局合作，未来日方排放可做扩散预警。之前表达严正关切的南韩，其外交部去年底成立专案组来因应。中国外交部持续表达反对排放，而国际原子能总署 IAEA 也宣布在正式排放前会公布调查报告。记者林金梅、陈信龙综合报道。